こんにちは。横浜を去るわけだけど、はい、横浜14年間お世話になって、はい、なんか思い出とか、はい、なんかこうあるの？いやー、いっぱいありますね。例えばどういう思い出が残ってる頭の中に。まあもちろんファームからスタートしたよね、うん、はい。いやー、もうやはり1年目から3年目が一番思い出深いかな。それはどういうことだ？それ1軍はあんまり経験してないでしょ、その時は。3年目に50日ぐらいは上にいましたけど、あ、まあ、20試合ぐらい出たんですかね、うん、でその3年間は特に、うん、忘れられないですね。何が悪いことしたんだろう？いや、悪いこと全然してないですけど、まあ1年目こうプロ野球の世界に入ってきて、僕正直名前全然知らなかったんですよ、選手の、うん、もうゼロに等しいぐらい、うん、で寮の入って、まあ、もちろん2軍からキャンプスタートで、うん、名前も知らない人たちがもううますぎて、これもう無理やなと思って。最初思った？めっちゃ思いました。まあ例えばその時にいた選手って誰なの？寮でよくいたら吉村さんだったり。あ、吉村さん、はい、藤田さん。あ、藤田はうまかったな。はい、まあ、あと近い年齢でいうと石川さんだったり、うん、黒羽さんだったり、うん、山口俊さんとか、うん、竹山慎吾さんとか、うま、んうん、いとかっていうより、うまいを飛び越えて無理だなって思いました。もう無理だ、もう全体的なレベル的に無理だと思いました。じゃあもう終わりじゃん。終わりませんでしたね。でもそれはな、そのなんか転機みたいなのがあったの？あ、こうしなきゃいけないとか、こういうふうに考えようとか。いや、正直当時は、まあ、18歳で何もわからないじゃないですか、うん。でまあ、もうプレーを見たときに自分の身の程を知って、うん、何をした方がいいとかっていうことすらわからない、うん、だからとにかくやらされて練習を、うん、でどんどんこうやっていって、まあ、3年目にこう何回か上げさせてもらって。それ当時そのお世話になったコーチっていうのは誰なの？コーチはもう万円さんですね。あ、万円、はい、あ、だからもう言ったらいっぱいいらっしゃいますけど、田代監督でしたし、2軍の中根コーチ、高木義和コーチ、うん、井上純コーチ、うん、前コーチ、もうすっごい押されてました、ね。まあ、その中で前というものが、はい、前コーチが面倒見てもらって、はい、くれたんだ、はい、それは守備という面で。守備ですね、あ、はい、ちょっと特別な方かなっていう。あ、そう、はい、でそれで一軍に上がることができて、はい、でもその一軍に上がるときはもうみんなに追いついたっていう感覚はあったんでしょ？全くないですね。それもない、はい、俺大丈夫みたいな。で一軍に行っても不安だったすごく。いや、だって本当に呼ばれたくないぐらい思ってましたから、ね。そう、その一軍のレベルとまた違うじゃない、二軍って。違います。それにまた驚いた。そうですね、まあ、またピッチャーもやっぱ違いますし、打席立つと違った。いや、違いますね。その速さ、コントロール。いや、 やっぱり最初は速さと変化球のキレがちょっと違うな、うん。まあ、正直飲まれてた部分もあると思うんですよ。まあ、まあそそうだ、雰囲気に、まあ、田舎者ですよね。そうですよ、もう慣れてないんで。そうだな。そういうのは、あのカクテル光線なんか浴びたことなかったでしょ？ないです、ないです。そうでしょ？ないです。そりゃそうだよな、びっくりするよな、はい、それだけでな、はい、まあ、それでだから、それで、まあ、一軍に上がってから、まあ、状況を知るわけじゃないですか、うん、一軍というあのこのラインというか、うんうん、そこを知ってから何が変わったのかと言っても正直わからないんです、うん、3年目21歳の頃何をすればいいかっていうのも、うん、まあ、アマちゃんで、うん、何もこう明確に見えてないですし、うん、特別行動もしてなかったかなと思ってます、うん、とりあえずやったって感じです。でも それでまた2軍に落ちるわけだ、はい、でもあの世界にもう一回戻りたいって思ったでしょ？でも、もちろん思います。思ったでしょ、はい。それで何を始めたの？いや、正直ないんですよね、うん、だからそんぐらい未熟だったんですよね、うん、考えが なかったというか、はい、とにかくただバット振るとか、うん、量はめっちゃやってましたけど、うん、そこまでこう深く今みたいに考えながらやってたかっていうと、もう皆無に等しいです、うん、はい、で遊びも覚えて。そうですね、ある程度。そうですね、はい、そりゃそうだよな。いや、もう人間なんで、それは。いや、そろそろ高校から入った時にお金が入ってきて、はいはい、見たことのないようなお金だったんですね、はい、で、遊びを覚えて、はい、思い出は？思い出ですか？それ何、遊びですか？遊びの思い出も。遊びの思い出？誰と遊んでたの？
その当時。いやもう一番若い頃は竹山さん、黒羽さん。どこら辺で遊んでたの？いや横須賀めっちゃ多かったですよ。あ、やっぱり横須賀行ってたんだ、はい、まあ時たま渋谷とか、うん、一丁前に一丁前に渋谷。いやでもそういう思い出っていうのはさ、はい、まあ一軍に上がったらさもっと銀座とか、はい、なんか一流の遊びができるぞっていうような目標はなかった、はい、あ僕それはなかったんですよね、うん、いい家に住みたいとか、うん、いい車に乗りたいっていうのがありました、うん、はい。でそのためにやっぱり また頑張るわけでしょ。あ、それはやっぱありましたね。そうでしょ、はい、で横須賀にもファンがたくさん来るわけじゃない、はい、ファンの温かみっていうのも感じた？いやそれはもうもちろん。どういう、うん、まあもういつも応援してくださる、あの要はこちら側が顔も覚えてるっていう方もやっぱりいますし、うんうんうん、今回のことでもあの変わらず応援するねっていう、うん、まあ、コメントが来たりとか、うん、まあ特にファームの頃は野球選手って名乗れないぐらい、飯行っても横浜の選手ですって言いたくないような、まあ、2軍だったんで、まあ、恥ずかしい、恥ずかしかったんで、そういう状況の中でも、まあ、こう見に来てくれるファンっていうのは、まあ、嬉しかったですよね、はい、あの世界が広がったタイミングっていうのはいつぐらいなの？いやー、まあ、やっぱり2014年ですか、13年ですかね、うん、まあ、中畑さん、豊さんがヘッドコーチ、うん、で2012年からこう DeNA になって、まあ、その2012年がまあ僕の中では一番苦しかった年ですけど、うん、その翌年13年に成績として規定は載ってないけどいい成績を収めれたところからおっていうのを自分の中では、まあ、後半戦から16本打ったもんな、ね、ホームランな、はい、やっぱそこら辺から世界が変わってきた。そうですね、うん、そこはかなり覚えてますね、うん、はい、変わったの。どういうふうに覚えてるの？いやまあその時だってずっと一緒に、まあ一緒だったね、マンツーマンでこう教えていただいて、豊さんの小言をボソボソっと、カジノの小言だぞみたいなボソボソっと言ってくれて、それを試してホームラン出たとか、調子悪くなった T でこうこうこうやっていうのをやっぱめっちゃ覚えてますし、まあ試合の中で言うと、まだ内野だったんで、こうなんか内野の時って結構きつかったんですよ。やっぱ自信なかったんで。お前最初に自信あるって言ってたよね、内野に。はい、ありました。守備には。守備は自信ありました。だけどなくなったの？なくなりましたね。なんで？まあ僕正直投げれなくなったんですよ。リップス。はい。うん、そっからもう全て守備は狂ったっすね。はい。チキンで投げれなくなったっす。全然ダメでしたね。でも俺はずっとショートやってほしかったけどな、ショートとか内野をね、はいはい、内野で打てる人っていうのは評価高くなるから、はい、そうですよね、うん、はい、で内野も俺下手じゃないと思ってたから、はい、ただポカあるけど、そうですね、うん、セカンドベース入らないとかね、懐かしいですね懐かしいよな、カジどこ行ってんだって、いやベースカバーに走ってます、僕も俺今どこおるんやろうそうだろ、はい、いやまあまあそういうポカあっても、はい、内野の守備っていうのは俺全然下手だと思ったことないんで。あ、本当ですか。やればできると思ってたから、はい、俺外野に行くって言った時になんでやねんと思った、はい、まあ、僕もねやりたかったですけどね、うん、でも投げれないっていうのがあるんでしょ。ありましたね、当時も全然でしたね、うん、でも外野行くとさやっぱ世界が変わるでしょ。いや全然違います。なんか野球やってないような感覚が、まあ、最初は本当そんな感じでした、ね、そうだろ、ちょっと遊びみたいな感じで守ってましたね。そうでしょ、はい、本当そんな感じでした最初は。だよな。今は、いや今はやっぱ怖さを知ったので、うん、やっぱ全然違いますね、うん、はい、なんか横浜ファンに正式に挨拶してないでしょ、はい、まあ、あの文面でしか。そうでしょ。そうですね、まあ、ちょっと横浜ファンも見てらっしゃるんで、はい、そうですね、ちょっと横浜のファンに、はい、まあ、お別れと、はい、まあ、これからですか、うん、そうですね、まあ、まずは14年間本当に応援ありがとうございました、まあ、今回、まあ、僕がこういう決断をしたのはコメントでもいろいろニュースとかでも出てますけど、まあ、一度きりの野球人生、まあ、後悔ない決断がしたい、新しい環境に身を置いてもっと自分がこう成長したいというか、まあ、不安なところに飛び込みたいというか、うん、そういう思いが強かったっていうのはもう正直なことで、まあ、これからはですね、まあ、来年ハマスタで
僕はもうジャイアンツのユニフォームを着てプレーしてますけども、これからもあの、まあ、野球人として頑張っていきます。あの14年間ありがとうございました。はい、はい、まあ、今年は、はい、コロナで無観客から始まったよね、はい、そうですね。で徐々にこう入ってきて、はい、ファンの方がね、はい、やっぱファンの力って大きいでしょ。いや、かなり大きいですね。あの声援だとか拍手だとか、はい、それはもう痛感した年になったよね、はい、もう全然違いますね、うん、だからファンの方もやっぱ梶谷隆之という人間を、はい、選手を本当に成長させた、させてくれたよね、ファンの方がね。もうあの野球選手というよりは人として成長させてもらえたなっていうのは、うん、もちろん知った激励というか、悪い時にはもちろん野次もってきますし、うん、それすらもう成長できましたし、僕は、はいはい、もちろんその拍手だったり歓声っていうのはもうありがたかったですし、うん、だからまあ FA ができたっていうのもね、はい、ファンの方の力も、はい、いや、もちろんですね、あるよね、はい、うん、だからまあどこ行っても頑張るし、はい、まあ、それは変わりないです ね、うん、一人の野球選手として応援してもらえるとな、はい、嬉しいよな、ね、また余計に、まあ、そうですね、はい、ね、はい、応援してください。ありがとうございました。